城内が騒がしいな。へえ、よく気づきましたね。この夜明けを合図にグラセラやグレンたちが攻城戦を仕掛けてきたのです。どういうことだ。私の聞いている話と違う。モント殿たちはマシュリー様救出のためにリオニス城へ向かったはず。ええ、その通り。ではなぜグラセラ殿は、お前は彼女の味方ではないのか。グラセラとは窮地の中ですよ。ではなぜそれをグラセラ殿に伝えぬのだ。忠告すれば耳を貸すとでも。だがリオニス勢が撤退した今、グレンだけでは勝ち目は。リオニス勢がいたところで何も変わりませんよ。なんだと。あなた方はクーリを甘く見すぎなのではありませんか。私の見立てではグラセラとグレン、そこにリオニス勢が加わったとしてもクーリを倒すことなど不可能。ではどうすればクーリを撃つことができる。グラセラが死ねばサシモのクーリも油断するでしょうね。貴様、勘違いしないでください。私とグラセラは幼なじみ。彼女の死を望んでいるわけではありません。ですがそれしか手がないのだとすれば、私は躊躇しませんよ。そこまでしなければ撃てないのですからね、クーリという男は。だからといって幼なじみを見捨てるなど。私だって生き延びるつもりはありませんよ。クーリを撃てるのならば。どうやらグレンが城門を破壊したようです。さて、城内にモントがいないと知ってグラセラはどうするのでしょう。撤退してくれるといいのですが。我に続け。囲まれたか。モントたちは一体どこにいるのよ。グラセラ様、ここにモントたちはいない。え、グラセラ様、どういうことだ。城内に足を踏み入れた瞬間からおかしいと思ってたよ。城内に争った形跡はない。では城門を開けたのはウェズエット兵だろう。まさか。一体何のために。わからない。モントたちリオニス勢はこのウェズエット城のどこかにいるのか、あるいはいないのか。いないなんてことはあるかよ。昨日あれだけ約束したんだぜ。進むにせよ引くにせよ、こいつらを始末しなければならない。ああ、やってやるさ。そしてモントたちを見つけ出してやる。グラセラ様、さすがにおかしくない。モントたちは一体どこに行っちまったのさ。まさかこの城にもういないんじゃないか。俺たちを、いやグラセラ様を裏切ったってことか。そんなはずはありません。モント様は絶対に約束を破るような人では。じゃあモントはどこに隠れてるんだよ。それは…グラセラ様、今ならまだ間に合うよ。ここで撤退するなら被害は最小限で済む。でもこのまま先へ進めば。
姉御、俺は撤退なんざしないぜ。あたしらだけでクーリを討ち取れると思ってるの？ビクトラやルアーサがいる。それはそうだけど、俺たちがこのまま退却したら残された二人は一体どうなっちまうんだ。そうだろ、グラセラ様。余計なこと。クーリの野郎、ついに姿を現したね。ミウ、しっかりするんだ。グラセラ様、お願いです。どうか、どうかモント様、喋ってはダメ。世界を作り上げて、ミウ、クーリ、許さん。父上、エルデ様。案ずることはない。ひどい傷ですわ。父上、傷は治ったとおっしゃっていたではありませんか。なぜ僕たちに嘘など。味方を偽ってこそ敵を欺くことができる。それはわかります。ですが。では引き返すと申すのか、ウェズエット城へ。それはできません。分かっているではないか。我らにできるのは前へと進むことだけなのだ。助けなどいらん。どうして、どうして父上はいつも強がるのです。僕たちは家族ではありませんか。傷ついた時は助け合い励まし合って。くだらん。父上、傷を舐め合って生きていくことが家族だと言いたいわけか。こたびの戦で少しは成長したかと思ったが、わしの早合点であったようだな。そのようなふぬけたことを申す者など頼る気にもなれぬわ。では教えてください。どうすれば僕を頼っていただけるのでしょうか。お前も感づいているだろうが、シュテルはリオニス城にいる。奴はわしを、いやわしだけでなくお前も殺そうとするだろう。モントよ、その時お前はどうする。話し合えばわかるなどとよもや言ってくれるなよ。お前とシュテルの差は覚悟の違いだ。奴は覚悟ができている。だから僕は勝てないと。ああそうだ、たやすく斬り殺されるであろうな。リオニス城へ着くまでによく考えることだ。己が何をなすべきかを。さあ行くぞ。どうした、何してやがる。なんか面白いもんでも見えるのか。ああなかなか面白いぜ。どうしてくれようか、ワクワクドキドキしちまってるぜ。なあ、もったいぶるじゃねえか。
エルデたちさ。何？へえ、この崖の下の道をリオニス勢が通過中ってわけか。しかもエルデの野郎はどうやら負傷しているようだぜ。なあ、詳しいことはわからねえが、ウェゼットを追われてリオニス城を目指してるってところか。やるつもりか。おいおい、なんだよ、ブロッチまってんのか。怖くて小便ちびりそうってかな。ああ、怖いさ、怖くて怖くてたまらないさ。あんまり怖そうには見えねえけどな。ああ、言ってなかったか、このザザンはな、不死身なんだよ。不死身？なんだよそりゃ。とどめを刺されたと思っても、しばらくするとなぜか息を吹き返すのさ。そんなら死ぬのなんか怖くないはずじゃねえか。そいつはお前さんたちが死ってやつと向き合ったことがないからだな。いいか、致命傷を負うと目の前が真っ暗闇になって死が近づいてくるのがわかるんだ。氷よりも冷たくて火よりも熱い。だから俺は怖くて怖くて、なんとか逃げ出そうとして必死でもがくのさ。それでいつも生き返るってわけかな。何度もヤバいことはあったさ。きっといつか死に捕まっちまうだろうな。だから俺は死が怖い。わかるだろう。わかるようなわかんねえような。お前おかしなやつだな。なあ。お互い様ってやつさ。まあ他人をぶっ殺すのは大好きなんだけどね。で、問題はリオニス勢をどうするか。あぶねえじゃねえか。どこのどいつだ、気がするぞ。なあ、俺たちを狙ったってわけじゃなさそうだな。ってことは警告の矢ってわけだな。どうやら俺たちはエルデを監視してるつもりで、その仲間に後をつけられてるらしい。どうするよ、それでもエルデをやるかい。仕方ねえ、ここは見逃してやるか。俺たちの目的は別にエルデってわけじゃねえしな。なあ、どうしたんだい、モント様。殺気を感じたんだ。確かに何者かが潜んでいてもおかしくないね。気を引き締めて進もう。ああ。ひどすぎる。ここって俺たちがウェゼットに向かう途中で立ち寄った村だよね。うん。しっかりするんだ。モント様、これはフェネスの仕業なんだね。どうしたんだい。わからない。金色の鎧を着た人だった。ちょっとそれってもしかして。ああ、信じたくないけどシュテル様が。
よ。シュテル様の仕業だって言うのかい。笑えない冗談はやめてくれ。シュテルの仕業だ、間違いない。そんな、信じられません。シュテル様はどこに。おそらくリオニス城であろう。わしらも急がねばな。おい、聞いたか。何のことだ。さっき忍びからの報告を聞いたんだけどさ、リオニスの奴らがこっちへ向かってるらしいぜ。ウェズエットとはどうなった。リオニスどもはウェズエットとの同盟を破棄されたらしいな。今度はホルンと結ぶらしいが。急増の同盟など恐るるに足らずさ。いや、サーダリー様はホルンを裏切らせようとお考えらしいな。なんといってもこっちにはマシュリーがいるんだからな。リオニスの第一王子モントもマシュリーに入れ上げているらしいからな。面白いことになりそうだな。なるほど、いろいろと複雑なことになっているようだな。しかもリオニスの王子モントがマシュリンに熱を上げているだと。ふざけやがって。マシュリンはこのカミンロ様が救出する。そうすりゃマシュリンだってきっと誰が一番優れた男なのかわかるはずだからな。私を魔の手から救い出してくれた白馬の王子様、あなたは誰。いや、待たせたなマシュリー。カミント様、遅すぎるわ。すまない。私がどれだけあなたのことを思いあなたを待ち続けていたのかわかる。ああ、わかるさ。俺だって同じ思いをしてたんだ。本当に。本当さ。だって俺は。あ、どうした、面白芝居はおしまいか。く、うるせえな。さあマシュリーを急いで救出するぞ。こちら第三部隊、名目です。はい、間もなくアリアーレさんが見えてくる頃合いかと。はい、お任せくださいサーダリー様。天帝を必ずや抹殺いたします。はっ。サーダリー様から激励のお言葉を頂戴した。ギルガメッシュには目もくれるな。狙うは天帝のみ。